はい、どうもこんにちは。フィギュア大好きトイカンです。今回はですね、あの人気企画トイカンが買ってよかった美少女フィギュアランキング、イエーイ。でその2019年フルバージョンいやー来ました、パチ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 。いやもうね、コロナだ、オリンピック延期だなんて言ってたら、あっという間に5月もう終わっちゃいましたよ。でそろそろね、あの2020年の前半のランキングの準備も始めなくちゃいけないのに、まだね、あの2019年のランキングをやってないというねあの前半後半で分けてはやっているんだけれども、統一のもの、あの1年を通してのランキング、 J リーグで言うと、あのファーストステージとセカンドステージで優勝したチーム同士を戦わせるようなものいやちょっと違うねっていうか全然違うか。今回はですね、あの前回にやった前半後半のランキングは関係なく、まああれはね、もう忘れてください。で、あのね、まっさらな状態で、あの、またあの、1年を通してのランキングをやっていきたいと思います。まあ、要はね、今、僕が買ってよかったと思うランキングをね、やっていこうと思ってます。まあ、なぜね、そんなやり方をするのかというと、まあ、時間が経てば考え方も変わると、好みも変わるぞと。あの1年前だとリゼノのレムよりラムの方が好きだったけど、今はねレムの方が好きになってるとか、まああるじゃないですか、そういうことって。あのその時その時で好みも変わるっていうことなんですよね。なのでそこら辺をリアルにね、この動画を作る際には、僕は今このフィギュアが好きなんだよと、このフィギュアを買ってよかったと、そこら辺の僕の気持ちをあのリアルに、リアルタイムにランキングしていきたいと思ってます。で毎回毎回言ってるんですが、これはねあくまでも僕が買ってよかったもの、トイカンが買ってよかったと思うフィギュアのランキングです。なので、まあ、皆さんが納得できるランキングにはなりませんまあはっきり言いますけど、皆さんが納得できるランキングにはならないです。それはやっぱりね、あの人それぞれ好みも違うし、その作品そのキャラクターへの思いも違います。だからね、10人いれば10通りのランキングができるわけなんですよ。まあだから逆に言えば、そこが面白いわけなんですよね。まあトイカンはそういったフィギュアが好きなんだとか、あ、俺はねそっちの方が好きだけど、まあトイカンはあっちの方が好きなんだねなんてね、そんな風にまあ人によって好みがガラッと変わる様をね、動画を見ながら堪能していただければと思います。まあだからあの、かくいう僕もね、今はこのランキングだけど、3日後にはまた違ったランキングになってるかもしれない。まあその時その時の気分で作っているわけですから、だからまあ今の僕はこんな感じですというのを感じていただければと思います。とまあ前置きが長くなりましたが、これからねランキングをしていくんですが、まずね、その去年1年僕が何を買ったのか、それを最初に紹介していきたいと思います。去年2019年に買った美少女フィギュアです。まあ買ったというか、他にも買ったフィギュアはあるんですけれども、まああまりね気に入らなかったり、すぐに手放しちゃったり。なので、これから紹介するのは厳密に言うと、YouTube で開封レビューまでしたフィギュアになります。だから、コアなトイカンファンであれば、まあ必ず見たことのあるフィギュアだと思います。で、ちょっとね、アダルトフィギュアは除外するかもです。やっぱ最近はね、YouTube も厳しいのでね。もしかしたら、あるいは、モザイクをかけるとか、そんな感じにすると思います。まあ、すみません。そこら辺はね、ご了承ください。ではね、去年1年間に僕が買った美少女フィギュア、YouTube で開封レビューをしたフィギュアの数々をご紹介いたします。まずですね、オーディエンスフィアのグエンドリン、アマ×ワルキューレ。さらに同じくオーディエンスフィアのグエンドリンのドレスバージョン、さらにラブライブスクールアイドルフェスティバル矢沢ニコ&錦野真希のバレンタイン編、さらにエヴァンゲリオン新劇場版四季並みアスカラングレー、さらにフェイトグランドオーダーシールダーマシュキレイライトの限定バージョン、さらに夏美です。でさらにアイドルマスターシンデレラガールズの島村うずきホットリミットバージョン、でこの素晴らしい世界に祝福をめぐみんのスニーカー文庫30周年記念バージョン、この素晴らしい世界に祝福をアクアスニーカー文庫30周年記念バージョン、ゼノブレード2の光、クイーンズブレードアンリミテッドメイドを誘うものアイリ、クイーンズブレードアンリミテッド絶縁の追跡者エリナ、
にゼロから始める異世界生活レムの白無垢、オーバーロード2のアルベド、オーバーロードのナーベラルガンマ装備バージョン、デートアライブファンタジア30周年記念企画ヤトガミ10日霊装バージョン、デートアライブ時咲くるみファンタジア30周年記念バージョン、アームズノードのバイオニック女子高生、サイトムオリジナル宇佐田優イラストレーション by サイトム、フェイトグランドオーダーのルーラージャンヌダルク、同じくフェイトグランドオーダーランサーのメデューサ限定版、4女神オンラインサイバーディメンションネプテューヌ聖騎士ネプテューヌ新次元ネプテューヌビクトリー2のネクストパープルプロセッサフルユニットバージョン、新次元ゲームネプテューヌビクトリー2ネクストブラック、フェイトステイナイトセイバーの着物ドレスバージョン、デートアライブ時咲くるみランジェリーバージョン、フェイトグランドオーダーのセイバーネロクラウディス第3サイディン、スーパーソニコの10周年アニバーサリーフィギュアのウェディングバージョン、ダンジョントラベルズ22の闇落ちの乙女と始まりの書からメフメラ、青春豚野郎はバニーガール先輩の夢を見ないから桜島舞のバニーガールバージョン、フェイトグランドオーダーのマッシュキレイライト、フェイトグランドオーダーのアベンジャージャンヌダルクオルタドレスバージョン、洗練版家の村雨、トラブルダークネスの小手川由衣、ラブライブサンシャインの通信マヨシコブルーレイジャケットバージョン、大褐色時代のフィレナワール、冴えない彼女の育て方フラット加藤めぐみランジェリーバージョン、ニーヤオートマタ 2B のヨルハニゴ B 型デラックスバージョン、リゼロから始める異世界生活のエミリア、姉なる者千代千の子はらむ森の黒柳バージョン、フェイトグランドオーダーのアベンジャージャンヌダルクオルタ、艦隊コレクションのカンコレアイオア、アイドルマスターシンデレラガールズから二宮アスコア偶像のフラグメントバージョン、転生したらスライムだったケンミリム、アズールレーンのヴァンパイア、グリッドマンの宝田立花、同じくグリッドマンの新庄茜、劇場版デートアライブ前売りジャッジメントの時咲くるみ、キズナアイアイチャンネル2019、同じくキズナアイのアイゲームス2019、オーバーロード3のアインズウールゴン、そしてフェイトグランドオーダーのセイバーフランケンシュタインと疲れた、何これ、もうめちゃくちゃ言いづらいんですけど、みんなまあでもね、これ結構やっぱね、1年分ってなるとね、大変な数だよね、なかなかなもんですよ。で、今回紹介したフィギュアの数が、これで全部でね、52です。まあ、これで全部ではないんですけれども、いわゆるこれがね、YouTube にアップしたフィギュアの数ってことですね。ちなみにですね、みんなこれトイカン、これ全部買うのに一体どんだけ使ったんだと、ちょっとね、気になる方もいらっしゃるんじゃないかと。まあ、かくいう僕もね、かなり気になったんで、ちょっとね、これ計算してみました。で、一度ね、これ、定価でね、各フィギュアの定価を、まずね、調べたんですが、まずね、最初の方からもう一回言いますけれども、アクアマリンのグエンドリンが16,800円。これ、ざっくりね、とりあえず全部消費税を乗っけて、で、細かい端数は切り捨ててます。で、フレアのグレンドリンが17,000円。ニコちゃんとマキちゃんのバレンタインが22,800円。エヴァのアスカが14,800円。東京フィギュアのマシュ限定版が13,800円。安いな、これ。で、ネイティブの夏美が17,800円。島村うずきのホットリミットが12,700円。メグミンの30周年記念が15,200円。同じくアクアが16,300円。ゼノブレードの光が20,000円。クイーンズブレードのアイリも20,000円。で、ホビージャパンのエリナが17,500円。で、レムの白無垢が15,800円。同じくフェネックスのアルベドが15,800円。アルタのナーベが19,500円。で、デートアライブの10日の霊装が、16,500円。同じくクルミが15,500円。で、バイオニック女子高生が18,000円。宇佐田優が17,000円。で、グッスマのジャンヌダルクが18,800円。天国のメドゥーサの限定版が23,800円。高いな、これ。聖騎士ネプテューヌが16,000円。ネクストパープルのフルユニットが29,800円。で、ネクストブロックはすみません、いただいたものなので除外します。セイバー着物ドレスが18,000円。クルミのランジェリーが15,000円。ストロンガーのネロの第三セアリンが20,000円。ソニコのウェディングが19,500円。フレアのメフメラが16,000円。で、前先輩のバニーガールが12,000円。安っ。
デイアルタのマシュが1万5千円で、ジャンヌオルタのドレスが1万6千800円、全連番下ムラサメが1万7千800円で、天国の小手川さんが1万3千円、グッスマヨシコが1万4千800円で、フィレナワールが1万4千800円、加藤めぐみのランジェリーが1万5千円で、フレアの 2B デラックスが2万2500円、アルファオメガのエミリアが1万5千円、姉なるもの千代が1万9千円、アルタのジャンヌダルクオルタが2万9千円、高これこんなしたのか。で、天国のアイオワが2万7000円。アルタの二ノ宮アスカが2万3500円。グッズ様のミリムが1万4800円。アルタのヴァンパイアが1万7000円。コトブキヤのリッカが1万2000円。同じくアカネが1万4000円。アルタのクルミが1万9000円で、スロンガーのキズナアイが1万4000円。同じくアイゲームスのキズナアイが1万4000円で、フェネックスのアインズ様が2万3400円。で、セイバーのフランケンスタインが1万5800円と。もうね、これね、調べるのも、今言うのも大変でしたよ。まあちょっとね、端数とか適当ですけどね。で、これを全部合計すると、じゃん !89 万8900円ほぼ90万マジかー !100 万いってねえのかいやー、でもそんなもんか。僕ね、てっきり100万は超えてるかと思ったんだけど、まあでもね、90万だからね。まあ他にも買ってるフィギュアもあるし、ネンドロイドとか、超合金とかそういうの入れてないからね。あと解体商機とか入れてないから、あれ1体だけで10万だからね。だからまあ1年で90万。ということは、まあ割ることの12ヶ月で7万5000円。まあ1ヶ月これね、7万5000円をフィギュアに使ってるって感じだね。うん。まあ、ただね、これ定価だから、90万はね、定価で出した金額だから、基本的には予約で割引価格で買ってるから、まあ、最近はね、定価販売のものも多いから、まあ、そうやって考えて、ざっくりね、だいたい1割ぐらいは安く買ってると思うから、まあ、これもざっくりだけど、80万くらいかな、使ってるのは。そうするとね、平均して6万6千円くらい毎月ね。まあ、皆さん、沼にはまると、こんなもんですよ。ね、驚いてる人もいるかとは思いますが、もっと払ってる人もね、結構いると思うよ。うん。で、多分ね、今年はね、もうね、そんなにはいかないと思うかな。うん。まあ、特に今年はコロナの影響もあるし、まあ、買う量はね、年々減ってるんですよ、これでも。ただ、単価が上がってるから、使ってる金額は増えてるかもしれない。うん、多分ね、増えてるとは思う金額は。恐ろしい。まあ、本当にね、フィギュアにはまると恐ろしいということですよ。で、すみません。本来の目的を失っていました。そうです。この52体の中から、買ってよかったフィギュア、ナンバーワンを決めるのです。いやー、でもね、これ価格は関係ないですから。というか、買ってよかっただから、逆に高いフィギュアは、その金額が、高額な金額がネックになることもあるから。まあ、そこがね、フィギュアの面白いとこだよね。まあ、例のアインズ様はランキングに入るのか。オーバーロードへの道は開かれるのか、僕も非常に楽しみです。まあ、それにしても52体か。まあ、52個も買えば、それはまあ、かさばるよね。ただでさえ、フィギュアの箱ってでかいから。よく箱が部屋の中に収まってるなと、自分でもね、不思議ですよ。1年で50体だから、2年だったら100体でしょ?すごいよね。うん、もうちょっとしたね、フィギュアショップですよ、僕の部屋も。で、すみません。ここまででもうかなり尺も使ったのでね。ランキングの方はね、すみません。次回に回します。ランキングは次回です。すみません。とりあえずここまでの分は僕はね、これから編集作業に入ります。もうこういう動画の編集ってね、大変なんですよ。文字が多かったりすると。まあでも人気の企画でもあるんでね、まあ引っ張れるなら引っ張りたいなと。そうそう。ちゃんとね、次回はガツンといきますから、ぜひぜひお楽しみにしてください。ではでは今回はここまで。次回のランキングを楽しみにしてください。またねー。